まずカメラッチとパソコンを Wi-Fi でつなげます。いつでもパソコンでつなげることができます。それでは入っていい人と入ってはいけない人が来たらどうなるのか実際にやってみます。まずはこの人です。この人は入っていい人なのか入ってはいけない人なのか。はい、入っていい人でした。入っていい人が来ると LED が緑色か 青色か黄色に光ったり、ゲートが上がって人が通れるようになっています。次にこの人をやってみます。果たしてこの人は入っていい人なのか入ってはいけない人なのか。はい、この人は入ってはいけない人でした。入ってはいけない人が来るとここのサーボモーターがここにあった牢屋を押して上から牢屋を落としたり、ここにあるローテンションサーボが回って警告灯がついたりブザー音が鳴ったりします。